はい、こんにちは。寒くなりました。12月最後の週ですね。もう夕方近くですね。日が落ちるのが早いですね。この間冬至だったですよね。年間を通して一番日が落ちるのが早い時期じゃないですね。ということで時刻は16時23分、ね、日が落ちました。トップスピードで仕事をせねばいかんのですけど、何をやってるかと言いますと、はい、ね、今日から前日収穫ですね。大根や白菜など、キャベツなどなど収穫しています。ということで最後ですね、白菜を早くしないと、もう怒涛のごとく日が落ちてえらいことになりますんでね。畑で投資、ね、シャレになりますんでね。もう足とかね、足先とか冷たくなってきましたね。本当にどこだっけ、ここか、ね、白菜ももうこちら側ですね。こちら側が、10月終わりぐらいかな、出したのね。10月、11月で12月とね、こう出してきて、でこちら側がね、このように、黒寒冷車とね、トンネル等でこう保温してあげて、1月、2月、3月とこう出していくわけですね。今年はもうたっぷりありますね、白菜ね。余裕をぶっこいてるんですけどもね。白菜いっぱい作りすぎちゃいましたね。ということでちょっとヘッドセットして収穫しますね。いや寒いな、本当もう。ね、先日クリスマスが、ね、終わって、皆さんはいかがお過ごしですかね。当然のことですけどもね、我が農園におきましてはね、クリスマス、それがどうしたって感じですけどね。さあ、ということでシャカンシャカンね、シャキーンですね。さあ収穫できますかね。ちょっとね、今年はやっぱり暖かかったですけどね、薪がちょっといまいち甘いですけどね。だんだんね、寒さが来てね、少しずつね、いい感じに巻いてきたのはあるんですけど、ちょっと今年はやっぱりちょっと例年に比べて、ね、薪が甘いっていうのは否めませんね。よいしょ。もうしっかりね、こうやってね、確かめてね、取っていくわけですけどもね。あれか、このまま入れた方がいいね。よし。なぜ君はみ出しているんだ、列から。よし。ね。ちょっと。おう、冷たいね、できるだけ大きなやつから行きたいわけですけどもね。ちょっと薪が甘いね。薪がちょっと甘いんじゃないですか、君たち。ってことで、よいしょ、よいしょ、取らないとあれだな。今年は本当にね、大変な年でしたよね。残すところね、出荷あとね、明日と最後が30日で大晦日ですね。お客様届くのがね、あとその残り2回になりましたね。いやはや今年は本当に何とも言えないですね。いろんなことがありました。よいしょ。あれから9ヶ月経って、本当になんて言うんでしょう、何か解決したんでしょうかね。解決なんかしてないんですけど、何一つ解決してないでしょうね。でも解決したかのような雰囲気ですよね。日常は本当に怖いですよね。滞りなくいろんなことが回っていくんでしょうけど、
その爪痕は人の心にも深く、当然畑にも深く、誰の心にも刻み込まれてるわけでしょうね。もうちょっと早く収穫すれば落ちていく夕日が見れましたかね。ああ、鼻水が止まらない。よし、ねえ、今日茨城の一緒に研修した仲間のね、雪農家さんから連絡あって、調子はどうみたいな話をしたんですけどね、やはり数字的にはね、みんな厳しいですね。僕ももちろんね、なかなか厳しいですけど、でもね、僕らめげずにやっていくしかないですよね。僕らは多分ね、実質的に被害者ですけど、被害者だけれども被害者面はしたくない、そう思ってやっていこうぜみたいな話をねしたですよ。多分皆さんもそうだと思いますね。あの辺でかいな。よしよし、よし、よし、そう、こういうね、紐は全部回収しないと。ね、こうやってこう、外の葉っぱがね、溶けていきますよね。ね、こちら側もこうやって葉っぱ枯れていきますよね、上側はね。で、こうしてトンネルの中のものはね、これで3月末までこうして持たせるんですね。さあ、ということで、ちょっとピッチ上げて収穫しなきゃいけないのでね、動画の撮影はこれぐらいにして。ということで、ね、夕方、もう4時半ですね。いや、夕日が映ってるかな。成田空港から飛び立つ飛行機の機影が見えてね、ちょっと幻想的な感じでいいんですけどね。当然もうこの時期はね、僕の周りの畑は何にもねないんですね。作付けをしてあるところの畑は僕しかいません。皆さん方ね、冬はお休みですね。いいっすね。ということで、百姓農園の収穫しているね、前日収穫の様子の一日でした。それではまた。